フランソワガストン・ドレビは、フランスの軍人で貴族である。ラングドック・チホリムー近郊のアジャック城に、父で、アジャック公爵のジャン・ドレビ、母ジャン・ル・マロンヌの子として生まれる。1735年に、フランス陸軍入隊、その後20年間、ヨーロッパの各地での戦闘に参加し、三類勲章を受勲した。1756年、フレンチ・インディアン戦争に従軍する。この戦争で、 カナダに派遣されたフランスの士官の中で最も有能な人物の一人であった。他にはルイ・アントワーヌ・ド・ブーガンビルも派遣されている。特にレビはフランスを立つ際に指揮官であるルイ・ジョゼフ・ド・モンカルムが死亡、もしくは職務続行不可能の場合は、レビがフランス軍の指揮を取ること、また、ヌーベル・フランス総督ボード・ルイユが死去の場合は、モンカルムが自動的に総督となり、 モンカルムがその後死去または職務続行が不可能の場合はレビが総督に就任することが約束されていた。この年の4月6日にレビは5人の従者と共にブレスト港を立ち5月31日にケベックに着いた。当初は順守待遇であったがその後カナダの正規部隊の福祉機関となった。サントフォアの戦いで 自軍を激励するレビ1756年から1758年の間にシャンプランコからのイギリス軍侵入の防御に努め、モンカルムと共にウィリアム・ヘンリー・トリデを攻撃して勝利し、1758年のカリオンの戦いでは、モンカルムを補佐して、イギリスの襲撃を寄せ付けなかった。1759年、エイブラハム・平原の戦いでのモンカルムの死去の後、 中カナダフランス軍の指揮官となり、一旦はモントリオールに退却したものの、1760年のサントフォアの戦いでは、ジェームズ・マレーのイギリス軍に強い一撃を与えた。しかし、イギリス海軍の艦隊がケベックに援軍を連れて、戻ってきたため、モントリオールに再び退却せざるを得なくなった。同年9月8日、モントリオールはイギリスの軍門に下った。 際立って公正な人柄であり、上官である将軍モンカルムと、ヌーベルフランス総督ボードルイユの仲たいにも、口を挟むようなことはなく、そのため双方の信頼を勝ち得た。入隊間もない頃に、陸軍や宮廷で、親族である元帥、ミルポアからの引き立てを受け、そのためレビは、この元帥を、佐藤のように思っていた。レビの時代は、引き立てがものを言う時代で、 才能はあまり帰り見られず、そのため彼は敵を作らないように注意しつつも、おべっか使いになることを避け、派閥主義からは距離を置いた。レビゾー戦争終結後、レビはフランスに戻り、1761年に、中将に昇進した。1766年には、アルトワの知事となり1771年には、新設された、ルイ皇太子の弟プロヴァンス伯爵。 ルイス・タニスラス・グザビエのこの異軍の一中隊の隊長を拝命した。その後は、パリ、ベルサイユ、そして、領地があるアラスの行き来に時間を割いた。職務に極めて勤勉であり、領地の社会整備の改善にも努力した。とりわけ、ベティーヌからリス川の運河の建設や、ブローニュシュルメールとサントメールの間の道路の整備には力を入れた。 ジェームズ・マレーアメリカ独立戦争の最中には、かつての敵であり、メノルカ等の総督となったジェームズ・マレーと友好的に手紙を交わした。二人は互いを大いに尊敬しており、レビはマレーに奉仕することほど、自分にとって大きな喜びはないと語ったほどである。また、マレーがパリ経由でイギリスに戻る際には、彼らはパリで休校を温め合った。 1780年には、アラスの知事となり、1783年、陸軍最高位の減帥に昇進。翌1784年には公爵に除せられた。1787年11月26日、アラスにて死去。彼の書類や手紙は、カスグランの修道院で収集され、出版された。ありがとうございます。